第一次、このえ内閣は、貴族院議長のこのみ文ろが、第34代内閣総理大臣に任命され、1937年6月4日から1939年1月5日まで、続いた日本の内閣である。1937年6月4日任命。在職日数357日。1937年6月4日任命。 1937年6月24日任命。1937年6月24日任命。1938年5月26日任命。在職日数225日。1938年5月26日留任。1938年5月26日留任。1938年5月26日留任。 前内閣の事務引き継ぎは除く。改造前の事務引き継ぎは除く。第一次、この絵内閣は、元老、西恩寺金持ちの総選を受けて、貴族院議長のこの絵踏み丸に対面が降下し、組閣した実質的挙国一致内閣である。林千十郎が総理になると、少数閣僚内閣による実力内閣を評判した林は、こうした政務官への批判を、 絶好の機会と捉え、政務官の弊害を過剰に問題視して、その任用を一切取りやめてしまった。政務官という議会との連絡役を自ら断ち切ってしまった林内閣は、その当然の帰結として、衆議院で民政党と政友会の二大政党から即歩を向かれることになり、これが4ヶ月後の林内閣が会につながった。 その林の後に総理となったこの絵は迷わずこれらの政務官を復活させたばかりか国民の代表を積極的に国政に関与させるという名分のもとに田中義和内閣以来10年ぶりに全ての政務官を衆議院議員から任用したただしその顔ぶれはというとこの絵の私的政策研究団体である昭和研究会に所属する者やこの絵と 個人的に持ちかかった新軍的な中島、筑兵鉄将が率いる、声優界中島派の面々が大多数を占め、逆にそれまで、長年声優界の中心にあった自由主義的な、鳩山一郎を率いる、声優界鳩山派がほとんど排斥された形となっており、そこにはすでに声優界の分断と回答に向けて、張られた伏線を見て取ることができる。第一次。 この江内閣発足の1ヶ月後に勃発した露光橋事件については当初拡大方針を見送っており現地軍も停戦交渉を行っていたがその後の閣議で北市居留民保護のために派兵を決定し国内世論統一のために新聞通信関係者代表らに協力を依頼した遠平の派兵によって中国側は交渉態度を降下させ さらに第二次上海事変で交渉は決裂。これらによって日中戦争が拡大していった。さらに、同年11月から行われたドイツによる対中和平工作も最終的に打ち切られることとなり、翌1938年1月には地国国民政府を大使とせずという、いわゆる、この上声明を発表し、対中講和の道が閉ざされた。その後、同年4月には、 国家総動員法を制定して、戦時体制を整え、同年11月に、党は新秩除建設を、戦争目的と規定する声明を発表し、同年12月には、新日派の王朝名の重慶脱出を受けて、この絵三原則を、日中和平の基本方針として呼びかける声明を発表した。また、新体制運動を唱え第二本党の決闘を、試みるものの、 この浸透問題が拡大し1939年1月に内閣総辞職した。ありがとうございます。